皆さんこんにちは、怪我人チャンネルです。プロへの道ということで、今日もプロサッカー選手を目指してトレーニング頑張っていきたいと思います。僕のチャンネルまだ登録してない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まずはストレッチから、体をほぐして温めて可動域広げてパフォーマンス上げて怪我しないように頑張っていきたいと思います。今からアジリティサーキットやっていきます。はい、アジリティサーキットです。この縦に2歩入れるのを2回、あとは、横にマーカー設置してあるんで、これも2歩入れて前、反対側からも2歩入れて前、これで4種目終わりましたよね。で最後このなみなみのスラロームでダッシュと方向転換、この5種目で1セットにしてます。で最初の4種目に関しては毎セット毎セットこうやって横向きにしたりとか変えるようにしてます。でどの、アジリティもやっぱりただがむしゃらにやるだけじゃなくて、意識高くやっぱり太ももどこまで上げるとか、この切り返しの時にいかにスムーズに切り返せるかみたいなところを意識してやってます。でこのスラロームなんだけど、もう今のマーカー回り続けてる時には次のマーカーを意識して、次次次の意識でやってます。でこれ横向き前後ですね、これも一緒、前後が終わった後のダッシュの切り替えのタイミングね、これも一緒ね、前後が終わってこのダッシュの切り替えのタイミングっていうのを意識してやってます。でこれも次のマーカー、もう回り始めてる時は次のマーカー次のマーカーっていう風に意識を次のマーカーに向けてやること、これがすごく大事です。で 20m スプリントをやってます。で 20m のところにマーカーを置いて、 5m 先にもマーカーを置いてます。で残りの 5m で減速して止まるみたいな感じですね。 20m スプリントして、その後 5m 以内で止まる。で次これ 30m に伸ばしました。で伸ばした時も意識は一緒ですね、この後ですね。はい、で 30m スプリントしきって加速しきって 5m で止まる。で止まる時もしっかりと骨盤を前傾して膝に負担がかからないように止まってます。これね、膝が前に出て止まるとどうしても膝に負担かかって怪我しちゃうんで、できるだけケツとかハムの力をもらいながら止まるような意識でやってます。でも前よりもどんどん速くなってるね、これはいい傾向だと思ってます。はい、これ肩回してから2ジャンプやってます。で膝立ちから立ってもう1回ジャンプ、はい、でこれも一緒、爆発的にここね、膝立ちからのジャンプをやらないと次のジャンプの体勢がうまく作れない。なんでいかに爆発力持って一瞬でこうパワー発揮できるかっていうトレーニングですね。前から一緒、同じメニューです。で2回目のジャンプを高く飛ぶために1回目のジャンプでいい姿勢を作りに行くみたいなイメージですね。連動が大事です。これも4回ずつですね、4回2セットでやりました。でその後はリフティングですね、まあ、これレストみたいな感じでちょっとボールフィーリングで最初インステップ20回、これもいい姿勢でいい姿勢でやるように心がけてます。できるだけ猫背にならない、ね、でしっかりちょんちょんじゃなくてインステップで当てる当てる。次インサイド20回です。これもできるだけいい姿勢でいい姿勢で、ね、ボールとの距離感を感じる、ボールとの距離感を感じる、ね、これも20回やってます。でその後アウトサイド20回、これがね一番疲労が溜まってる中だと難しいんで1回ミスっちゃったんですけど、その後ねしっかり修正して20回やってます。でしっかり落ちてくるボールに対していい位置に立ちに行くことっていうのがすごく大事です。いいですか、まあボールが変なところに来たから無理な体勢でアウト当てるっていうのもまあ技術の一つなんだけど、意識はやっぱり最適な位置に立ちに行くことね、いい準備、そこが大事だと思ってやってます。で次右足シュートですね、かわしてからシュートで、帰り道はドリブルでボールの持ち方、体の向き、アングルを意識してちょっとボール運んでます。で戻ってきたらまたシュート打つみたいな繰り返しでやってます。でこれももう継続なんで毎回毎回言うことは同じになっちゃうんですけど、しっかり狙ったところにボール蹴れるようにとか、あとはしっかりミートして強いボール蹴れるようにとかね、やっぱり年取ってくると全力で物事をするっていうことが本当になくなってくるからこそ、こういった全力のシュートとかっていうのは定期的に打たないとね、打てなくなっちゃいます。はい、でこれもしアングル持って右足で何でもできる位置に置いたまんま運び続ける、うん、これ三笘選手とかとても上手だよね。だからそれに負けないようにどんどんやってますと、ね、これも一緒、利き足で何でもできる位置にすぐ立ちに行く、触った瞬間立ちに行く、触った瞬間立ちに行く。そうすることによってやっぱり相手ディフェンスはね、飛び込めなくなります。パスもドリブルもシュートもできる位置にボールがあるとディフェンスは怖いんでズルズル下がるしかなくなります。まあ飛び込んできたらかわせばいいだけなので、そ
そんな感じで意識してやってます。次逆足シュート、顔足して左足ズドンで、やっぱりね右足に比べてどうしてもこの重心操作がねなかなか改善できてない。うん、ここはやっぱり長い目を見てしっかりコツコツと積み上げていく必要があるなっていうふうに思いました。で切り返してから左足ズドン、ね、でも左足の方がまあ枠にはいってるよね。ただキーパー立てた時にやっぱり正面に打ってるようじゃ入るわけないんで、しっかり角狙いたい。うん、いやでもなかなかね難しいし、プロサッカー選手ってこういうワンチャンスをものにするあたりはさすがだなって思います。で帰り道リフティングやったり、ちょっとバリエーション、ね、増やしてやってますと、はい、でこれもいい姿勢で、ね、自分のボールをコントロール下に置いて進むっていうことを意識してやってますと、はい、これも切り返した後左足にアングル変えてズドン。やっぱりねこれ切り返し、結局右足で常にボールいいところに置くんだけど、最終的に、ね、最後の際のところは左足使うみたいなイメージの方がいいと思います。左のシュートだからって左でボール持ってからやり始めちゃうと、実際の試合であんまり僕の中では実用的ではないんで、必ず右足で運ぶようにしてます。でこれ右足のロングフィードで、帰りもまあドリブルでいろんな動きしながらちょっと筋肉に刺激入れて、はい、やってますと。でロングフィードもね、右足はやっぱりいいボール蹴れるようになってますね。まっすぐ伸びるボール、うん、やっぱりね軸足遠めの方がうまく縦に入ってバックスピンかけれる気がします。はい、伸びるボール蹴れるようになってますね。問題は左なんですよね。やっぱりどうしてもまだ軸足がちょっと近いから、こう無理やり足を入れようとしてインステップっていうよりかはインフロント気味になっちゃってる気がします。はい、そこもねちょっと修正していきたいところではありますけど、ちょっともうねうまくいかなすぎてイライラが出ちゃってますね。そういうところやっぱり僕直していかないと今後上に行けないと思いますし、一人トレーニングだからこそやっぱ自分と向き合ってね真摯にやっていく必要があるかなって思います。次カットインからのシュートやってます。でカットインのポイントなんだけど、斜め前とか真横にカットインするんじゃなくて斜め後ろにカットインする意識でやってます。これだったらセンターライン、ハーフラインを超えた後に戻ってきてからシュートみたいな意識、うん、でその方が相手の間合いに入ることなく打てるんだよね。うん、ただ切り返すタイミングとか切り返す角度とかスピードによって取られちゃったりするんで、そこは最初の持ち方のアングル次第でいくらでも加速できたりスピード乗ることできるんで、この運びのところも、自分なりの意識を持ってやってますと、はい、アングル作って運べば切り返した後もスムーズに打てると。で最後縦突破の練習ね、まあ、俗に言うこれ三笘選手が使ってる反発ステップ、三笘ステップ、はい、でこれもちょっとうまくいってないね。もう最後の方で体重くなってきてるから全然こう反発感ないけど頑張ってやってますと。今日のトレーニング終わりました。で今日ですねアジリティサーキットでフィジカル追い込んで、その後ジャンプ系スプリント系やって、ボールフィーリングで最後ちょっと突破の練習だったりボールの持ち方みたいな練習もやってみました。でコンディションしっかり上がってきてるんで、これを継続してもっともっと高められるように頑張りたいと思います。で僕のチャレンジ興味あったり、僕のことを応援したいなとかそういったことあったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、あとコメントよろしくお願いします。プロサッカー選手になるぞ。